君を時には支えて時には甘えられるあの優しさをやっぱり兼ね備えているので、なんかあのますます素敵な大人になっていただきたいなっていうのはすごくあの楽しみにしております。一昨年の年末に清平さんに来年の抱負は何ですかと聞いたときに、来年は結婚したいですねと答えてくれました。私はあの仕事においての抱負を聞いたつもりだったんですが、かわいい。